ルピー諸国ルピーはインドパキスタンスリランカネパールセーシェールモーリシャスで使用されている通貨の名称インドネシアなどのルピアイタリア領ソマリランドやポルトガル領インドのルピアモルディブのルフィアもルピーから派生した言葉でありルピーと呼ばれることもあるルピーが最も多く使われている国家は人口金額ともにインドであるインドの名数法ではロック10万クロア 1>, 1、00、00、000と、インド英語で呼ばれる、2016年11月、ナレンドラモディ政権のもと、高額紙幣である1000ルピー、500ルピーの廃下策が取られた。これらは偽札を用いた、汚職、テロ組織での悪用を含めた、地下経済根絶を目的としたもので、インド政府が脱現金に舵を切る、大胆な紙幣廃止の政策を打ったものである。 高額紙幣の使用禁止及び回収措置に伴い、インド国内では一時的な混乱が生じたものの、もともとインドの消費者の90%が現金決済だったものが措置後は、電子決済の割合が高くなるといった効果もあった。翌年、モディ首相は、記者会見の中で紙幣廃止に触れ、銀行システムに決して戻らなかった3兆ルピーが、紙幣廃止で戻ってきたと評価している。 ルピーの語源はヒンディン語でルパヤーでありサンスクリットで銀を意味するルーピアに由来する。現在に直接つながるのは16世紀のスール町のシェールシャーが発行したルピー銀貨でムガル町やイギリスもそれを引き続き使ったものである。詳細はルピー記号を参照 RS を使っている1948年のインドの切手 R を使っている1943年のインドの きって多くの国で使われているルピー記号は RS または RS である。この記号は少なくともスリランカ、ネパール、パキスタン、モーリシャス、セーシェル、モルディブで使われている。ユニコードでは U プラス 20A8 ルピーにルピー記号が登録されているが、この文字はレガシー標準との互換性のためだけに収録された互換文字であり、それ以外の用途での使用は 好ましくない。その代わりに正規化文字の RS を使う。2010年7月15日、インド政府はインドルピーのために従来の RS を排して独自の記号を制定した。これはユニコードの U プラス 20B 9にインドルピー記号として登録された。古くは英領インドでは R や R が使われていた。 ユニコードでは他に、いくつかのインド系文字のルピー記号や、ルピーマークが登録されている。ありがとうございます。